左右の動きが同じではないということに気づくのも、その通りですね。左右の動きが同じではないって気づくことってめちゃ大事ですね。もう同じだと思ってんですよね。このすねはまっすぐでレスネ体操をやりますと、要するに肋骨がこういうズレ運動、回転運動ですね、をしてくるわけなんですよね。肋骨の解剖学的名称で言うと、肋骨の内旋と外旋に近い動きをしてくるんですよね。肋骨の動きって本当に解剖学的に少なすぎてですね、いっぱい本当はもっと動きするんですけども、内旋と外旋に近い運動をこうしてくるんですよ。ってことは、もうこうモデルをこうやって表してますが、こう動いてくるわけですよ。ね、もう見たら動いてるの分かるじゃないですか。ね。ってことはどういうことですか？そう、そういうことです。よく言ってくれました。誰も言ってませんけども。肋骨っていうのが二つあるって自分で分かるようになってくるってことでしょ？皆さん、肋骨が一つの塊、中富の鎌足り、中富の塊なんですよ。ここが。この体操したり、僕に出会わなかったら、もうここ一個。どんだけっていうくらい1個でずっと生活して一生終えることになります。でここが1個さんである場合、絶対すねまっすぐですね対してやると肩入れになってこういう動きになるね。これここほら1個さんでしょ、これね。だけどちゃんとそのルールのもとすねまっすぐですね対してやりますと、こういう風に肋骨が運動してきますと、それを来る日も来る日もやってますと、あ、1個さんじゃない、2個さんやってなるんですよね。あ、二つあるんやって分かるようになるんですよ。で、ここと右の肋骨、左の肋骨がずれ運動する体になるわけ。その体は若いですよ。子供たちは絶対にこれもう右の肋骨、左の肋骨意識はしてませんよ。もう絶対動いてるんですよ。だからくるっと振り返るし、だいたい振り返り動作ってこんなね、大きなね、円で回るっていうのは非効率でしょ。くるってその場で回れた方がいいわけですよね。それ若い頃はできるんですが、それできなくなってくる理由が肋骨が一個さんになってくるからなんですよ。でここがふっと回れば、このまま例えば右の肋骨が前に回転して左の肋骨が後ろ回転するとこっち回っちゃうんですよ。それが勝手に動いてるんですよ、若い頃っていうのはね。若い頃っていうか子供の頃、それが年々一個さんになってきて動かなくなってくるっていうことなんですね。だからこの体操やってたら右の肋骨左の肋骨って目覚めてくるんですよ。目覚めてくる過程でも、あ、左の肋骨が動きにくいな、右の肋骨これは痛くやけどこっちなんか引っかかりがあるなっていうところまで気づくようになるんですよね。だから左右の動きが違うってことも気づくこと大事だし、ここも最低2つのパーツがあるんだと。ここ1個なんですよ皆さん、1個さんのパーツになってるんですよ。脳の認識ではなってんの。でもどうですか、物理的存在としてはなんと12本ですよ。12本ずつあるんですよ。感じれますか、右の肋骨左の肋骨12本ずつあるんですよ。そんなにあるわけですよ、物理的には。だけど皆さんの認識の中では1個さんですよね。これがずれてますよね。これを修正かけていかないといけないということです。だからいくら頭のイメージで肋骨は12本なんだ、肋骨は12、つまり12本あるんだ、肋骨はリブ、つまり肋骨は12、つまり12本あるんだってこういくら念じたりイメージしてもですね、全然動いてこない、一個さんのままです。どんだけっていうから動いてきませんよね。これわかるでしょ。だからちゃんと物理的運動動作ってもしていかないといけないわけですよ。その上で意識イメージも使っていったら丸なんですよ。正しいイメージと正しい動き方、この二つセットですよね。だから肋骨が二つ割れて動いてくる、めちゃくちゃ歩きでもこう割れてくると歩きやすいの当然ですし、ゴルフなんかでも右と左の肋骨割れるとスイングしやすいの当然ですし、野球のバッティングも今大谷翔平なんてなってますけどね、もうここが割れ出すと勝手にもうバッティングなんて上手くなっちゃうんですね。サッカーでもそうです、シュートするときに今までやった一個さんのままただの体幹部の屈伸運動でした。ところがですね、これがグーって割れますとさらにダイナミックなシュート、きついシュートが打てるようになるっていうことなんですわ。肋骨が一個さん状態を背負い投げ そうなんできるわけなんですよ。そう、背負い投げ忘れてましたね。あまりにももう一個さんネタも結構前から使ってるんで、だいぶ前使ってたんですけどね、背負い投げ忘れてましたね。テニスも全く同じですよ。スイング系のどのスポーツも一緒ですよ。テニスも一緒です。これを回旋とかね、回旋でやるとやはり体ま変に回りすぎたりしてちゃんと向こうに打ち返せなかったりするんですけども、体がこう割れるとね、本当に一緒パーンとこう打ち返せるようになるんですよね。で一つの塊だとどうしてもこのズレ運動っていうの起きないので、やっぱりどうしても回るってなってしまうんですよね。ところがこう肋骨が右の肋骨左の肋骨ちゃんと認識が生まれてくると割るっていう動きが勝手にできるようになるので、あれなんでこんな打ち返しやすいんやろみたいななってきます。
卓球でも何でもそうですよ。半身かな。そうです。左半身、右半身、右半身タイガース、左半身タイガースって正確には言いますけど、武術用語で半身って言いますね。左半身、体さばきとか言いますね。左半身、右半身です。弓道も全く一緒です。弓道も全く一緒。こんなんしてるんじゃないの。右の肋骨、左の肋骨が割れてるんですよ。割れるからこう開けるわけ。最低限肋骨外旋っていうのができないといけません。肩甲骨なんか寄せちゃダメなんです。最低限肋骨外旋というのができたらまだマシですけれども、右の肋骨左の肋骨がこう割れ出しますとすごく弓道を打ちやすくなりますよ。全ての動きがそうですね。もちろんスポーツとかね、それだけじゃなくて日常動作全般ですよ。なんか大腹筋、腹動作そうです。チャーハン炒めるのだってそうですしね、うんこ拭くのもそうですしね、もう何でもそうですよ。洗濯物干したりこう入れたりする時でも、あらやだわーって言ってここ割れたらもう、あらあらあら、あ、こんなとこに私のティーバッグがって言ってこうね、本当に割れると本当に動きやすくなるんですよ。全ての運動動作が楽になりますね。社交ダンスにも応用できます。もうめっちゃできますね、社交ダンスね。うち最近社交ダンスやってる方が非常に増えてきてまして嬉しいんですけれどもね、社交ダンスも上手い人は勝手にできてはります。その方が意識できてるか否かはねちょっと別ですけれども、ちゃんとこういうことをね勉強して頭でも知識として入れてやっていくと、やっぱり自分がね崩れていかないし、それを元に上達していけますよね。気づかず天才的にやってる人っていうのは、そこができなくなった時になんでできないんやろってわからなくなる人が多いんですが、ちゃんとこうやって勉強してたら、あ、そういうことかってことになってきますよね。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。